はい、いつもありがとうございます。録画押すの忘れてました。 BGB の NFL の2回目パニーニのイマキュレートですね。ワンケース開封して16ヒットのドラフト制ですね。昨日1回目やりましたけど、2回目同じような、はい、感じです。先に抽選してドラフト順位を決めてから開封で、店長が画像アップして、ドラフトリストを店長宛にお送りしていただく形式です。はい、じゃあ、先にねドラフト順位を決めてから開封です。これは譲れません。先に抽選です。はい、ということで、サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズ1と1の2は振り直しです。いきます。はい、おお、綺麗に回ってますね。店長はね動きません。さあどうでしょう。ドラメということで66 はい、12回です。最大回数ですね。よいしょよいしょ。はい、じゃあいきますね。12回ですね。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11で、次が12回目、正のポチ。はい、出ました。12回目。6612、OK ですね。ね、OK ですね。はい、ドラフト1位は、KZO さん。ドラフト1位は KZO さん。おめでとうございます。はい、NFL 今切れ2回目です。2回目見える。これでいいか。ちょっと見えますね、2ってね。これでいいですね。ドラフト1位は KZO さん。おめでとうございます。ドラフト2位はジミー G さん。あ、ジミーガロポロさん。ね。ドラフト3位が、フーダットさん。ドラフト4位がヘスターさん。ケビン・ヘスターさん。ドラフト5位が KEIK さん。ドラフト6位フーダットさん。ドラフト7位スペンサーさん。ドラフト8位ヒロー16さん。ドラフト9位が WRCB さん。ドラフト10位が RP さん。ドラフト11位ペイトリオッツさん。ドラフト12位ミドさん。ドラフト13位ツインズさん。ドラフト14位ケイさん。ドラフト15位ダイスケさん。ドラフト16位 MM さんとなります。はい、じゃあ、ね、いつもと同じ、はい、今切れで箱を取り出してね、小箱を取り出して裏のテープを切ってからチェックですね。さあどうでしょうね。いや、昨日はあれすごかったですね。まあ最低でも3000ぐらいはつくんじゃないでしょうね、多分ね。もうちょっとつくかな。よいしょ。はい、ね、はい、じゃあ小箱取り出していきます。バスケは今あとの残り6ぐらいまで来た。6か7ぐらいだと思います、確か。バスケのホビーのグループブレイクも募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。よいしょ。うぅー、持ってる。なんか来てますよ。またまた来てますよ。昨日これより薄くてロジャースのロゴ来たでしょ。アメフトはワンケース6箱です。それでこの出方しますからね、いいですよ。よいしょ。はい、じゃあテープ切りますね。よいしょ。
これね、これ最後にしましょうね。これね、こんなっすよ。じゃあこれでいいっすね。はい、じゃあまず一箱目いきます。よいしょ。はい、これもまあまあはね、面まで入ってます。ホプキンスですね、14-99。よいしょ。はい、じゃあまずホプキンス。おお、いいとこ入ってるじゃないですか。はい、ジャンボパッチでね、選手もいいですよ。いっぱいいる中でミッチです。ミッチのナンバーのパッチです。はい、まあルーキーのねジャージかもしれないですけどね。うん、これね、背番号と違うでしょって思うでしょ。でもこれルーキーはね、あの違う番号をつけてフォトショットとか撮ってるんですよ。まあそれを使ってると思いますね。一応ゲームユーズとかではないです。まあパニーさんちゃんとやってますんで、その辺はね。はい、何個でも OK です。はい。次の、ジェイモンのパッカーズヘルメットかな、これ。すごいですね。8-8だ、ジェイモン。はい。ジェイモンくんです。まあ、サインが J だけしか書いてなくて有名だったんですけど、昨日、綺麗に書いてましたね。パッカーズ、丸々来ました。いいですね。こういうのね。はい、で次も悪くないです。ジャージナンバー分の32枚限定のウォルトンです。9-32。はいね、頑張ってますもんね。次もいいです。今やばいでしょ、この兄弟3なんか。TJ ワットのオートパッチです。オンカードです。去年はあまりオンカードのサインはなかったですね、 TJ ワットね。結構ステッカーが多かったです。なのでオンカード、はい、これがプレミアムパッチオート TGO で、一番下、はい、ジャイレン・サミュエルズのダブルパッチオートで45-99。はい、カードの状態もかなりいいと思います。かなり慎重に丁寧に取り扱いをされたんだと思われます。はい、でベースカードいいですね、トム・ブレイディ。はい、83-99。トーン・ブレディのベースです。はい。お、レデが下にありますね。誰だろう。またサコン来ちゃう。はい、トーン・ブレディ。で、次が、ダブル・ジャージですね。ジェイソン・ミッテンとゲイツ。ミスター・タイトエンドですね、この二人ね。はい。40-49。おー、ジェリー・ヒューズの H パッチかな、これ。123。あ、違うか。123。6文字しかないもんな。はい。まあでも、ネームプレートのとこでしょうね。ヒューズの H、2つありますけど、どっちかだと思います。うん。はい。H パッチ。3-10です。で、次は、珍しい。はい。ビニーテスタバードです。9-10。久しぶり、しかもジェッツ。おー、テスタバーデ、ジェッツです。いいっすね。はい。見返しちゃいます。はい、で、次は、三つ窓のオンカードですね。これなんてやつだろう。PC。プレイヤーズコレクションか。三つあるんでね。ジャージのパッチと、ボールと、グローブかな。はい、マーク・ウォルトンです。2-99。はい。で、一番下は、レデンプション。誰でしょうか。せーの、はい。ジョシュ・アレン。はい。ビルズのクォーターバック。プレミアムパッチルーキーオート、横型のやつかな。横型の、はい、大きな窓のやつですね。プレミアムパッチオートのジョシュアレンだから、まあ、OK でしょう。はい。ね。まあ、2箱ともいいですね。
やっぱ面白いですよ。最高っす。はい。3個目、ペイトン・マーニング。49-99。よいしょ。はい、ペイトン・マーニング。で、次は、マーカス・ハレン。ジャンボ・ジャージ。2649。おう、ホール・フェームのクラス・オブ2003のやつか。ね。はい。おお、アディダスまた来た。ジャイレン・サムエルズ。今度これどこよ。これどこなのよ。シューズなのかな。でもこれ昨日も言ったんですけど、マジックテープの跡が後ろに見えます。なので、グローブかも。グローブの留めのとこかな。はい、でもまあこういうパッチいいっすね。2-5、5枚限定です。ピッツバーグスティーラーズのルーキーでございます。はい。で、こっから3位で、まず、オートルーキーですね。パッカーズのアレキサンダー。43-99。ああ、次もかっこいい。エリオットのオンカードパッチオートです。5-25。いいっすね、エリオット。パッチオートっす。一生エミット・スミスかと思っちゃった。はい。で、一番下はリドリ。ダブルパッチオートですね。16-35。はい。で、4箱目。こっから後半。前半の3箱かなり、やっぱりジャンボパッチとかもあってよかったです。はい。ジェンキンス。15-99。はい。ジェンキース。で、ジャンボパッチですね。エヴァン・イングラム。43-50ですね。タイトエンド？また来ちゃうのこれ。またアディダス来たよ。これ、すごくないですか？ 5-5 です。ギャロップ。はい。すごいっすね。ちょっとさっきの一番上にあるんで。立て続けっすよ。5枚限定です。2連続。はい。で、パッチオートはアンドレ・リード、レジェンドですね。ビルズのレジェンドです。ワイドレシーバー。52-95ね。いい選手でしたね。はい。で、次は場所がいい。あ、トレクワンさん、タクワンさん。プレイヤーコレクションですね。パッチとボールの、はい。ボールのとこですね。これ多分違うか。なんだろう、オフィシャルか。なんかね、書いてあるとこ。それとこれもグローブだと思います。これしかも5枚限定です。5-5です。5-5が2連続。セインツ。はい。で、一番下は RPS ね。DJM は25-99。パッチオートのルーキー、パンサーズ。はい。で、これが投資番号なので、これが純粋の RPA です。で、SRP と、PP と、PPAP と。PPP ないですけど。はい。アディダス2つ出てます。で、ジョシュ・アレン。やっぱ面白いですね、これね。いいっす。最高です。チャンセラーですね。シーホックス9899。はい。で、次がライアン・タナヒル11-49。ジャンボ・ジャージですね。はい。次はアントニオ・ブランの、これはジャージナンバー分のジャージですね。17-84。ああ、どうもどうも。ポッピーさん。やっぱ面白いっすよね。今切れね。やばいっすよ。お、これレアなんじゃないですか。レジェンドのジャンプパッチ、レンドーソン7-10です。レジェンドはこれね、ペイントですよ。古いっすから。
ジャンボで使っちゃっていいんですかっていう感じで、まあ、少ないでしょうね。通常でもね、これ金パラです。7の10。ホールオフェム。はい。で、こっからサインでまず、うん。店長、プレシーズンでいいと思ってたケリオンです。3戦目ぐらいから爆発してね。はい。いい選手だと思いますね。で、次は、そう、最後にしてあります、これ。エドモンドさん。巻き戻してみていただければ。はい。パンパン感がすごいです。3799。はい。カージナルスですね。で、一番下。5箱目の一番下です。ジェームス・ワシントンの4899。これが PR。これは、なんだろう。プレミアムパッチオートグラフか。これが。はい。いい選手ですよね。うん。伸びそうな感じ、今後も。はい。で、これがラストね。はい、いきますよ、これね。何入ってんのか。はい。うん。かなり盛り上がってますね。で、危ないんで、ちょっと、はい、もうこのまま取り出します、とりあえず。よいしょ。はい、まず、ベースね。で、次が、すいませんね。コリンズ。カーボーイズですね。マリック・コリンズ。珍しいですね。で、この下がでかいんで、下行っちゃいましょうか、先。はい。ね。で、オートはまず、ケケだ。65-99。これ、テキサンズ。テキサンズなんか、初めて出てきた。で、バレージですね。14-99。これダブル。で、純粋なパッチオートルーキーです。はい。ギャロ。20-99。で、ここですね。もうこれでいきましょうか。まあ、とりあえずダブルパッチ、エリック・ベリーとガイス。ジャージナンバーが同じという、はい、シリーズです。こんなです。いきます。まあ、うん、いいとこあるといいですけどね。どうでしょうね。はい、行きましょう。せーの、ほい。おー、ボールジェッボールの網網のとこだ。ルーキーピックスキンです。これ、カタログに載ってたやつでしょ。あ、ワンワンだ。おー、すごいね。やっぱ面白いな。ジェイモン君。モリモリジェイモン君の、はい、ボールのレースのとこですね。すごい。ジェイモン君のワンワン。二日連続。パッカーズ関係のワンワンです。ね。はい、これはちょっと、入れときます。はい。はい。カタログのこれ売りですよね、これね。ボールのレース、ドーンってやつね。はい、ワンワンでしたね。ジェモン。はい。はい。ワンワンでした。まあ、他のね、サインカードとかも結構、ジョシュアレンも出たし、うん。ルキ系も良かったと思います。ベテラン系は TJ ワット。今、爆走、ワット兄弟になってますからね、今ね。突撃ワット兄弟みたいな。はい。で、パッチも結構5の5、5の5。あ、それも入れようか。ちょっと今日はね、バスケのプリズムまだ埋まってないんで、時間があるんで。よいしょ。はい。ね。はい。ギャラップのアディダス5の5です。で、もう一個、5の5。
ジャイレン・サミュエル。5-2 です。アディダス。すごいですね。それだけじゃないんですよ。もう2個あるんですよ。すごいでしょ、これ。ヘルメットのとこだと思います。パックはず。そのままドカーンですよ。ヘルメットのね、後頭部のところに、チーム名書いたね、ところがあるんですよ。そこですよ、まさに。すごいですよ。で、これヘルメットのバッジ、この前のとこと後ろのとことね、あって、まあ横とかあるんですけどね。あと、リデルかな？今ナイキ、リデルですよね。多分そういうところ全部含めて8枚ぐらい取れたから8尻なんだと思います。はい、ジェイモン君ドレスボックスな感じでしたね。あと他にもちょっと待ってください。スリーブだけかね。これミッチのジャンプパッチですよ。どうもカエルさんこんばんす。で、あとはもう一個ぐらいなんかあったな、パッチの。あとこれか。これはジャンプパッチなんですけどね、あのネームプレートのとこドーンってきてますね。ヒューズなんですけど、はい、こういうのがあります。うん。で、エリオットのプレミアムパッチオートとも出てますしね。さっき言った TJ ワットも出てますし、5尻系が結構出ましたね。そういえばこれも5尻か。これも5尻ですよ。そういえばはい、まあこんな感じですね。うん。で、はい、3回目の今切れ、まあこれ次が最後です。今4スポまで埋まってますんで、残り12スポット、こちら、はい、3回目埋まれば開催しますんで、ぜひご注目ください。次の3回目でアメフトの今切れ最後です。まあ、アメフト分からなくてもね、まあ、こういう面白系カードが 1,2,3,4,5,6 枚ぐらいは今回も出てますんで、6以内に入ればまあでも16スポットですからね。うん。昨日の開催した分でも結構下の方でもまあそこそこのものはちゃんと取れてるんでね、そんなに、はい、下でも悪くはないと思います。で、サインのほとんどがオンカード、まあ、あのアイブラックのやつはね、貼り付けですけどね、それ以外はほとんどオンカードですんで、ね、ちょっとワンスポ遊んでみてはいかがでしょうかという、はい、宣伝でした。はい、じゃあ、2回目の今切れの、はい、グループブレイクこれで終わります。で、今20時27分、まあ、やっぱ45分ぐらいに店長のインスタの方に画像アップいたします。で、参加者の皆様は、店長にドラフトリストをお送りしていただく形式になっております。メールに記載していただくことは BGB の番号、今回ですと BGB の NFL2、 それとお客様のハンドルネーム、それとドラフトのリストになります。はい、非常に面白いです。はいボールドーンはすごいですね。でもね、はい、じゃあ2回目の今切れとこれで終わります。はい、じゃあ3回目もまたよろしくお願いします。ありがとうございました。